がとうございます。コロナがありました。また昨年はですね、台風の影響がありまして、このような規模で大会をするのは4年ぶりになります。昨日はご存知のように、終戦の年、1945年、昭和20年の7月の16日の夜から17日の未明にかけまして、アメリカ軍が多くの PB と言って、この皆さんに依頼をして、133という意味があります。それから爆弾はですね、地方の八王子についで皆さんはたくさんの脅威などを落とされました。市民が300人以上犠牲になったという歴史があります。そういうことも含めまして私たちは国政平和を目指してですね、昭和60年、1985年に核兵器廃絶する宣言をいたしました。やっぱり国政平和、そしてこの美しい地球を守るために、また戦後78年が経ちましたけれども、今日は若い人がたくさん応援をいただいておりますけれども、戦争経験をした人はどん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 少なくなっていく。こういういざこざの時において、平和の大切さ、それから戦争の悲惨さ、悲しさ、そういうものをしっかりと伝えていくことが、我々の使命ではないかなというふうに思っています。平和家庭に大切絶対にお付き合いに、あそこにありますけど、I love peace を合言葉にですね、平和の大切さをしっかりと市民の皆様と共有して、これからも戦争のない平和の世界、そういうものを目指してしっかりと取り組みを、平和の取り組みを進めていきたいなというふうに思っています。今日は生活を一回でございますので、参加をされました皆様に、どうか平和の尊さ、それから戦争の悲惨さ、悲しさ、そういうこともしっかりと感じていただきながらですね、この活動に参加をいただければなというふうに思っています。それから今日は来ていただきましたけれども、日向東風高校の皆様、それから日向地方高校卒業生の皆様、そして学生のボランティアの皆様、それから子どもたち、いろいろボランティアの皆様で本当にご協力いただきました。改めて、お礼を申し上げてご挨拶に参加いただきます。本日は本当にありがとうございます。
影を行っています。どうぞお待ちください。
恋する。